はい、 IJ チャンネル J です。今回も初心者あるあるですね。僕が見た感じを言ってるんで、僕の勘違いかもしれませんけど、まあ、もし参考になればね、見ていただきたいと思いますが、今回のテーマはですね、初心者はですね、コードチェンジをすると歌が遅れると。コードチェンジに合わせて歌を弾くから遅れちゃうんですよね。それについてやってみたいと思います。ここまで聞くとね、まだ何のことって感じで思ってる方もいらっしゃると思いますが、もうほとんど初心者の方はこういう症状が多いです。最初の頃はね、これはね悪いことだからしょうがないんですよ。しょうがないけど、練習のやり方を変えればまた全然変わってくるんで、それを今回ね、紹介してみたいと思います。今回の課題曲はあいみょんのマリーゴールドですね。2カポですね。2カポでセットして C、G 音 B と Am G ですね。 F が入ります。例えばですね、よくあるパターンとしてはですね、こうコードは弾けるという感じなんですが、このコードのチェンジに切り替えを合わせて歌が遅れる。例えばね、風の強さがちょっと心を揺さぶりすぎて、いう思い当たりないですか。どうしてもこのコードチェンジ、特に F とかね、C とか G はなんとかなるんだけど、 F 難しいという感じの方がいらっしゃる場合は、これやっぱりね、リズムに乗れてないということなんで、リズムで練習するんですよ。だから自分のギターをメインに合わせるんじゃなくて、リズムをメインにしてそこでギターを合わせていくっていう方法をすれば、随分良くなります。はい、ちょっと準備をしてですね、聞こえるかな、はい、準備をしながらですね、やってみたいと思いますが、リズムに合わせて、こう自分の弾くんじゃなくてリズムに合わせて、これはね、マリーゴールドは106ぐらいなんですね。どんな感じかというと、カウントが4つ入った後入ります。タンタンタンツンタンタンタンの強さがちょっと心を揺さぶりすぎて、真面目に見つめた君が恋しい。はい、一応ですね、これ完成形みたいな感じなんですけど、これからどういう風にしていったらいいかというと、まずね、コードチェンジのコツからやらないとこれは治らないんですよね。だから、風の強さがちょっと心を揺さぶりすぎて、真面目にのとこがあったとしたら、例えば C の時ですね、風の強さの時にもう、振り上げた時にはコードを押してなきゃいけない。ここからここでもうコードはしっかり左手を押してない。で、風の強さが、で、ここでちょっとの時もちょっとの前でもうコードをしっかり、G 音ビート、これ5弦からね、心の時に心を探りすぎて、だから少し前でコードチェンジをするんですよ。あの右手がアップになった時に、 Am だからアップになった時にもう G を作っておいて、で、そして F を作っておいて、真面目見つめこう。これね、やり方はちょっとね、あの変則的な練習なんだけど、コードを切り替える時に息を吸うんですよね。例えば息を吸った時にはもうコードをチェンジをしてる。例えばね、風の強さがちょっと心を揺さぶりすぎて、真面目見つめ君が恋しい。これで歌っちゃいけないんですね。コードの切り替えの練習の時ね、こう弾いてやね、でそこでもうそれができるようになったら、もう、F の前は上げた時にはもう F を作ってる。これができないのは、こう
同時に F を弾いてるから、だから例えば風の強さがちょっと心を揺さぶりすぎてなんですよ。でまあ G になってるけど、でもその中で、G から F にするときにはここからまあ、でここでもう弾く前にはもうしっかりと F を作っておいて、まあ地面見つめた君が恋しい、少しちょっとだけコードをね押さえる形を作るのを早くすると、こういう練習をまず最初にやってみてください。これはね少し溜めを作るような感じでコードの切り替えのタイミングをつかむといいですね。こういう歌い方は本当しちゃいけないんですけど、例えば風の強さがちょっと心を揺さぶりすぎて真面目に見つめた君が恋しい、そういう風な練習をしていくと、であとリズムに入っていくと、すんなりいくと思うんですよ。リズムをカン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 やっていくとね、リズムに合わせてこう自分の弾くんじゃなくてリズムに合わせて、でこれはね、マリーゴールドは106ぐらいなんですね、どんな感じかというとカウントが4つ入った後入ります。タンタンタンツンタンタンタンの強さがちょっと心を揺さぶりすぎて